さんこんばんは。毎日デコちゃんのトレビファオンプヒリ徹子の部屋パート2フラーナイトフライデーナイトの始まり始まり。お化けが来るぞ、フライデーナイト、ドラキュラにお化けゅ、ジバニャン、ブシニャン、いろんな妖怪も、あら部屋にコバエも、アリさんもたまにおるのだ。徹子の部屋パート2始まり始まり。的確な奏法も身につきます。ピアノを学ぶ場所でもあります。ちゃんとお母様方のご協力があってのピアノ教室です。なるべく先生の拍の取り方、スラースタカート、いろんな奏法も先生の的確なアドバイスを聞く能力が身についてこそピアノも上達します。ご協力に感謝するとともに、お子様の安全、引き甲斐が及ばないように先生もきちんとサポートするようにいたしております。楽しいからやり始めるのだ。フライデーナイト、明日はサタデー。十歌すごはなあに、数字の十五ね、100÷10 はなあに、数字の10ね。リズムも楽しく、言葉をつけて覚えると良いと思います。こぶた、たぬき、きつね、ねこ、こぐま、マント、トピラ、ラーメン、納豆。リズムもせんべい、カステラ、あんぱん、ぷっぷーとなります。それでは文句の叫びになれた。子供たちが楽しめる面白おかしい遊び心が一番でござっと。正しい姿勢に打筋の位置、ゆっくりリラックスしてフレーズ豊かに弾くのがピアノ上達にもつながります。それではまた。
マさんが転んだ。遊びを取り入れて、できたね体験を味わうのが一番です。それではまた。続く。